井上プロ の、はい、あのプロフィールをいろいろ検索したんですけど、はい、なんか趣味に音楽鑑賞と映画鑑賞って書いてあって、はいはい、それはもう結構日常で好きな感じなんです。そうですね、やっぱりこう移動が多い職業なので、ネットフリックスとか、はい、アマゾンプライムとかこういっぱい入れて映画見たり、あとはもう暇というかちょっと空いた時間とかに普通に映画館に一人で行って見てとかしてます。じゃあ例えば試合前とかに音楽聴くとか決めたりとかあるんですか？イヤホンして朝練習してる人います選手もいるんですけど、はい、私はそれはないんですけど、それはないです、ね、車での移動時間では聴いてもうギャーギャー歌いながら、歌いながら実家を実家福岡で、オフは福岡にいる。そうです、オフは福岡にいるんですけど、移動でホテル暮らししてます。ネットフリックスとアマゾンプライムも Hulu もそうですけど、はい、かなり助かりますね。はい、もう好きな時に見れますしね。はい、何番ですか？これ7番ね。あーめっちゃ、うわ、なんかもう一個バンカーありますね。よし、プロのバーディートライ。よし、これをバシッとバシッと、これはこのラインはもう最高ですよね。登りやすい。曲がんない。全然切れないですね。曲がんなかったですね。ナイス。ナイスパー。ありがとうございます。ナイスショー。風に負けない。あ、やばい。はい。はい、バンカー好きですね、今日は。バンカー好きな人。はい。あー、めっちゃ右。よいしょ。あ、バンカーだ。バンカー。プロが、はい、今使ってる、はい、マジェスティ。はい、ロイヤルです、ね。ロイヤル。ロイヤルスピー。これのドライバー変えて、はい、まあ、一番、本当に大きく変わったのってどこですか？言うの。そうですね、やっぱ私的にはキャリーが出るようになったかなと思います。やっぱその浮くっていうのがポイント。そうですね、前のクラブはこうランは出るんですけど、まあ、若干キャリーが出ないっていう感じだったんですけど、これに変えてからすごくキャリーも出て、まあ、でもランもしっかり出るので、キャリーが出てくれた方がドライバーは安心ですよね。そうですね、やっぱ雨の日とかもあんまり低い、そうですね、そうランキャリーが出ないと全然飛ばないので、雨の日とかは。まあこうバンカー越える越えないとかも計算しやすいので、キャリーが出てくれた方が、すごい。じゃあぜひね、次のティーショット打ってみたいと思います。お願いします。
はい、来た、はいはいはい、あーナイスパーみんなに拍手してもらったナイスパーです。え、すごい、今綺麗に入りましたね。もう乗っていきました。読み切った感じでしたね。プロ、あのマジェスティといえば、はい、私の中でなんかキランキラキラみたいな、そうですね、このもう顔が映るほどのシルバーと、もう一個上にありますよ、ね、ゴールドの、はい、このイメージすごくあって、はい、あれなんであの色なんですか。高級感、はい、ここそうですね、私も詳しいことは丸まんの方呼びましょう。そうです、丸まんの伊藤さんお願いします。お願いします。お願いします。顔が映るほど、はい、のキランとしてる、はい、表面仕上げっていうですね、はい、なぜあのまずはもちろんプロの言った高級感もあります、はい、なんですけれども、はい、特にあの手間をかけて磨いて、全てのアラをそぎ取った素顔のままのイメージを作り上げたっていうところですね。磨いて素顔にするとこう、そうですね、はい。でさらに、金色の化粧をしたものがプレステージオっていうもので、はいはいはい、あ、じゃあファンデーションみたいな感じですか。そうですね、うっすら。それさらに、シルバーにかけてあるのがロイヤル。で、ね、ロイヤルこれもかかってるんですか。かかってます。同じ工程を踏んでるのでマジェスティは。でもう全部日本の工場でこう手作業、ね、そうです、全部手作業で丸まんの職人が、一つずつ丹精込めてこうやってるんですね。はい、なのでちょっとした傷とか穴とか意外と個々の単体であるんですよ。なんですけど、それもやればやるほど、検査の段階でも分かりますし、見た目でもチェックしていろんな段階を進んで、そういう細かなあの傷とかもないものを出して出して、だからこうキラキラキラ、じゃあ磨いても穴とか傷があったらもう出さないです。だから結構、はい、これはダメっていう。だからちょっとまあお値段も高い。そうですね。そうですよね。はい、だその手作業と、なんかこう磨く時間もね、時間がありますね。はい。理由が分かりました。いろいろ考えたんですけど、元のところを綺麗にしてさらにうっすらお化粧してるっていうイメージですね。はい。ありがとうございます。いいえ、とんでもないです。うん、多分これぐらい長いと思います。うん、1日ぐらい、うん。長いのが気にならないような。シャフトのしなり感がいわゆるこう先上司とか中上司とかあるじゃないですか、はいはいはい、っていうような作りじゃなくて、もう全体的にそのキックポイントを決めないで全体的に大きくしなるような設計にしてあるんですね。全体的に大きくしなる、そうですね。完璧。いや今めっちゃリズムが良かったですか。完璧でした、ありがとうございます。戻ってくる、うわーすごい、ショーなんかすごい力強い、バインってなったの。めっちゃ飛んでます。なんかすごい、全然違う。初速も速いですし、はい、素晴らしい、その通り。シャフトがしっかりこう、あ、ちょっと戻ってくってくれたみたいな。ありがとうございます。信じる。と聞かれましたね。どうしてもこう、イメージですよ、はいはい。イメージですけど、シニア向けの方とか、はい、ちょっとこう、どうなんですかね、ちょっとお金持ちの方といいますか、なんかこう、はい、イメージがあったんですよ、私も、はいはい、で、打ってみて、はい、結構変わりましたね。これは女性にもすごく向いてるし、すごく意外とマジェスティって女性のユーザーの方多いんですよ。あの男性用のクラブってやっぱりちょっと重かったりするじゃん、はい、肩がおかしくなるなと思うと毎回
その辺は、はい、マジェスティはシニアの方向けにちょっとこう軽量に作ってあるので、うん、女性のしっかりやるゴルファーの方は意外と多いと思います、はい、すごい、私もびっくりしました、今初めて打って内緒何にも練習もしないですから、はい、ビュンって、うん、いや本当早かったですよね、初速と高さと、うん、なんかもうちょっと右に打ち出したかったんですけど、うんうん、ちょっと自分がちょっと、うん、あのうわーっと思って返す、うん、そうと思ったんで、はい、もっと出たなと思った、はい、ああそうですね、シャフトのも戻りもすごい瞬間入ってきて、いい球ですね、いい球でした、ちょっと次もね、はい、打ってみます48、5と6だったら5が飛ばないじゃん、5が飛びます、あ5が飛ぶんだ、はい、6が一番飛ばないやつ、そうですね、はいはい、6番アイアンの代わりみたいな感じで、ね、そうですよね、ユーティリティの6番で150。お、なんかこれネックが、ネックが面白い形してるよ。わあすごい。ないじゃん。まっすぐ。なんだこれ。え、ナイスです。すごい。ナイス。ナイス。マジェスティ合ってる。合ってる？え、ぴったり、すごいヘッドが重いから、うん、あ落ちるかなと思ったんですけど、振ったら全然、やっぱシャフトが多分しなり戻りが早いので、うん、私そういうのがすごいこうしなるのが好きなんで、もともと自分もそういうクラブなんで、はい、いけんじゃないかと思って持ったら本当に、うん、めっちゃありがとうございます、すごい、自分のクラブで暴れてないえ、2発で2発ともないショット、よいしょ、ありがとうございます、ちょっと、あ、あのマウントでも止まりま す、まあまあ、マウンドがね、マウンド変わりました、ちょっとね、うん、なんかネック部分が、そう、ね、そう、ちょっと捕まりやすいようにしてあるので、はい、そうですよね、なんか構えた時に、あれなんか見たことない形だなと思ったんですけど、そうですね、ちょっとこういう風になってますよね、はい、お先します。ありがとうございます。